ニュージーンズのメンバーであるミンジは最近デビュー1周年を迎え、 K-POP アイドルになってから最も奇妙で思い出に残る瞬間を共有しました。7月24日、ニュージーンズは歌手の IU の番組 IU パレットに出演し、インタビューやライブパフォーマンスを通じて魅力を発揮しました。ニュージーンズのメンバーは IU の曲を聴いて育ったといい、今回 IU の番組に出演できて嬉しい気持ちを伝えました。特にカラースイッチというコーナーではニュージーンズのメンバーが IU のセレブリティを披露し、その綺麗な声と高音で多大な才能を見せつけ、視聴者を釘付けにしました。コーナー後、 IU はニュージーンズがデビュー1周年を迎えたことについて質問すると、ニュージーンズはファンであるバニーズとの初めてのファンミーティングがどれほど嬉しかったか共有しました。続けて IU はメンバーにデビュー後に起こった最も興味深く珍しいことは何かを尋ねると、ミンジが私はあれがありましたと話し始めました。ミンジはそれは冬に起こりました。私が冬のロングダウンを着て帽子をかぶってマスクもして指だけしか見えない状態でコンビニに行ったのですが、とある商品を店員さんに尋ねたらその方が少し止まって、私が出る前に静かに私を捕まえて、私はバニーズですと言ったんですと明かしました。声だけでミンジを認識した忠実なバニーの可愛い瞬間に他のメンバーや IU も歓声を上げました。ミンジは続けて、当時デビューして半年だったのですが本当にびっくりしてニュージーンズですと答えましたと恥ずかしそうに明かしました。 IU はニュージーンズのファンが声だけでミンジを認識したことと、緊張したミンジがぎこちなく自分がニュージーンズであることを告白したことに興味を持ち、ニュージーンズとバニーズの関係性を称賛しました。ファンを大切にしている IU とニュージーンズをこれからも応援したいですね。